はい、どうもこんにちは、靴下です。僕はですね、思ったわけなんですよ。今ですね、全世界で、こうコロナウイルスがね、流行っている中、結構ね、こう外出自粛というようなね、方も結構多いと思うんですけれども、そんな時はですね、もう漫画を読めばいいじゃないということでね、今回はタイトルとサムネイルにもね、あるように、1週間漫画生活をやっていきたいと思います。はい、ということで、実はですね、もうやりました。今ですね、これ後撮りになっております。ですのでですね、今から、その1週間のね、様子を皆さんに、お見せできればなと思います。ということで、早速1週間漫画生活スタート。ということで、早速1日目今日からスタートしていきたいと思うんですけれども、現在の時刻が、4月1日の3時半ですね。ここから1週間後の4月8日の3時半までで、何冊読めるかというところになっております。ということで、早速ね、読んでいくんですけれども、最初はね、チェンソーマンの3巻をね、読もうかなと思います。今回ですね、結構ね、読み返したい漫画とかもね、結構あるので、そちらの方をね、読んでいこうかなと思います。というわけで、まず最初はチェンソーマン読みたいと思います。はい、ということで、チェンソーマン3巻読みました。で、現在の時刻が、4時前ですね。まあ、大体20分ぐらいかかったかなという感じなんですけれども、引き続きね、チェンソーマン続き読んでいこうかなと思います。はい、ということで、現在の時刻が、こんな感じですね、8時半ということで、動画ね、開始から5時間が経ったんですけれども、現時点でですね、こんな感じですね、6冊、読み終わりました。で、今はですね、夜ご飯と、お風呂からね、出てきたっていう感じです。引き続きね、ここから先もね、今ね、ニセ恋の6巻を読んでいるんですけれども、これをね、読んでいこうかなと思います。で、ちなみにですね、しおりはね、こんな感じで進撃の巨人のやつをね、今使ってます。ということでね、続き読んでいこうかなと思います。はい、ということで、本日は、2日目ですねの、お昼の11時となっております。2日目に読んだ冊数、現在はね、3冊という風になっております。今はね、チェーンソーマンのね、5巻を今読んでいるんですけれども、今日はですね、少しね、出ないといけない用事があるので、それまではね、漫画読んでいこうかなと思います。というわけでね、読んでいきましょう。ということで、チェンソーマン5巻読み終わりました。こんな感じで読んでいこうかなと思います。はい、ということで、現在の時刻が、2日目の今は10時となっております。今日はですね、ちょっとね、病院に行かなくちゃいけない用事とかがね、あったりして結構バタバタしてたんですけれども、一応ですね、今現在では、こんな感じですね。今現在、2日目に読んだ冊数は、こんな感じで合計9冊というふうになっております。で、まだね、10時ですので、あとね、何冊か読んでいこうかなと思います。今日はですね、秘密兵器をね、実は持ってきました。じゃん、ということで、セブンイレブンでですね、ちょっとね、いろいろ買ってきました。で、買ってきたものをね、紹介していくと、まずね、三ツ矢サイダーのなんかこう期間限定のやつがね、これ売ってたので、これを買ってきましたと。そしてこれですね、ミニコーラをね、買ってきました。あのラムネのやつですね、これを結構好きなので、これをね、買ってきました。次がですね、これですね、チュッパチャップスのコーラ味なんですけれども、これですね、今日ね、チェンソーマンの5巻を、読んでて、チュッパチャップスのね、コーラ味が出てきてたので、ちょっとね、久しぶりにチュッパチャップス食べたいなと思って買ってきました。で、ラストが、みんな大好きね、おやつカルパスということで、ということでですね、今夜はね、この3つたちをお供にね、漫画読んでいこうかなと思います。そう、実はね、手がね、汚れないものをね、中心に買ってきたという感じでございます。ということでね、今夜もですね、引き続き、漫画読んでいこうかなと思います。ということで、これでね、2日目は終わりにしようかなと思います。はい、ということで、ただいまですね、3日目の10時半となっております。
ですね、今日はねバイトがあってですね、まだね、6冊しか読めていないんですけれども、まあね明日もねバイトがあるということで、あとね、何冊か読んで、今日はね、寝ようかなと思います。でちなみにね今回のね、お友達は、こんな感じになっております。ということで、ただいまの時刻は、最終日の10時半となっております。今日のね、3時半までの検証ですので、あとね、ちょうど5時間といったところになりました。あと5時間、ラストスパートをね駆け抜けていこうかなと思います。では早速読んでいきます。てなわけで、どんがり帽子のアトリオのね、4巻を、読んでいこうかなと思います。それは無理。あ、待って、なんかうまいこと曲がれた。加速しないで。ということで、今回は1週間漫画生活をねやってきましたが、いかがだったでしょうか。今回ですね、こちらがね、こんな感じで、今回読んだ漫画の数々になるんですけれども、合計がですね、なんと、64冊という結果になりました。はい、ということで、64冊、読んでいたということでですね、だいたい平均して1日9冊ぐらいをね、読んでいたという感じになりました。結構ですねきつかったんですけれども、それ以上にね、漫画をこんなに読めてね、幸せな1週間でございました。はい、ということでね、今はねこうあまり外に出ず、僕みたいにね、漫画を読みましょうという動画でした。ということで、今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、あとねツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローなんかもしていただけると嬉しいです。はい、ということで、今回の動画は以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。